はい、チープロジェクトへようこそ、ちーさんです。龍が如く一心極み続きやっていきましょう。ろくろ貝行きましょうね。え、今日は看板なんだと。しょうがないんや、あんたのお仲間に脅されたんや。しばらくむくろ貝には新選組だろうと誰一人として通すな言うてな。ち、一番隊か。あんたも新選組やろうけど、連中よりは話が通じそうやな。分かってくれや。身内が迷惑かけたみたいだな。分かった、他を当たる。船は諦めて洛内の方から向かうか。あら、洛内の方これ空いてなかったらいけないじゃんね。まあここだけ、この時だけ行けるって感じなんかな。まあじゃあおとなしく走りましょうか。お金もね、貯まりますからね。あ、なんかいるな。これ足止め食らうのではないの。あ、食らうな。お疲れ様です、斎藤殿。ムクロ貝に用がある。そこをどけ。あいにくですが、それはできません。何？斎藤殿は一番隊の捜索活動を妨害していると連絡を受けています。見つけ次第、おとなしくさせるようにと。はあ。こんな町中でこれ以上な、うちは揉めしたくねえんだがな。問答無用、覚悟！あ、もう、沖田さん、完全にね、もう、あの、強権モードですよ。あ、危ない。あ、戦ってる時あれなんだね、そのなんていうんですか、あの左下のさ、仲間たちのゲージ溜まってるよみたいな感じになるんだね。今の切られてたな、完全に。よいしょ。いや、ランプ強くなったな。手数がさ多い分とっても仕事しやすいのよね。強い。余計な時間を食った。ムクロ貝にそこ。勝てるわけねえだろ。始めちゃんぞ。起きたといい勝負するぐらいの人間なのに、こんな下っ端たちで止めれると思うの、どうなん？またいる。いたぞ、3番隊隊長だ。なんかもう悪い人みたいになってるけど。いや、もうこいつらはほんと血気盛んだな。なんか今日の人間より、なんか沖田の隊のやつらの方が切ってんじゃねえか。倒れてしまえばこっちのも行って。なんかこういうやつにさ、なんか私が思ってもないもんでさ、あ、これかっこいいな。なんかこうスキルツリーやっぱだんだん進んでいってるんだけどさ、やれること増えても全然覚えてないっていう。余計な時間を食った。なんでこのカメラアングルなんだ。もうぐちゃぐちゃにされた時のなんかスプラッター映画とかの感じ。サビだばね。もう一個向こうの筋だな。違うわ、ここや。あ、あ、ちょ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 、普通にやっと。ちょ、カメラアングルが悪い。えって、お前ずるいぞ、そのリーチ長いやつ。ずるい、リーチ長いのずるい。関係ねえ、こっち飛び道具だ。あんまな、そんな強くねえんだよな。手数が多い分。
どうした？やろうよ、戦おうよ。お前らが撃ってきた喧嘩だろ。いや、ぶつかったん私なんだけどさ、今回に限っては経験。何やろ経験って、経験値たまるんかな。魅力的だぞ。お母ちゃん、俺やっぱダメな子や。そんなことない、めっちゃおるで。しらーっと入りよんちゃん。あ、どうした、お前ら一番隊だろ。おう、かかってこねえ。逆にね、沖田さんがあなたをお待ちです。待ってるんか。こっち側から入ってこいってこと。もうここまで来たらもうってこと。この先へどうぞ。これまた沖田と戦うの嫌なんだけど。あいつ強いんだけど。井上さん殺しとみられるコムソウの正体が分かりましたね。自引きします。コムソウ、前奏の一派である不化衆の僧。不化衆って聞いたことあるな。一般的な僧とは違い、頭を丸めておらず、網笠をかぶっている。へぇ、あ、コム僧って、あれなんだね、その、とある一定の宗教を信仰する僧な人なんだ。へぇ、はい。そのことで斎藤さんに聞きたいことがあると。え、どういうこと。なんだ、あ、また疑われてる。なんか私の口からそれ以上は言えません。わかった。何何何、怖い怖い怖い。穏やかじゃないな。なんだ、どうも。いい、待たない待たない。あ、ワンコワンコどう最近。ほら怪我見せてみろ。このワンコもね、連れて帰りたいの私。あげる。もうすぐ治るからな。優しい、はじめちゃん。お、やったー。傷下がったか。やったやった。また来るな。あれ？こいつ、なんかもうおかしなことになってない？こいつ、あれだよ。喧嘩屋のやつだよね。喧嘩屋やめたのかな？もう旗ないけど。お前は喧嘩屋の炭坊主か。いえ。さようでございます。さすがは斎藤殿。か、なんか出家してない？髪型が大きく変わりましたのでお気づきいただけました。そのさ、姿勢よ。まあ、その入れ墨を見ればお前だとわかるさ。どうしたんだ？以前と随分変わったように見えるが。はい。なんか、そうだね。うん。これは稚拙な私の心が、一番の原因だと感じ、私は心の修行を積んだので、その結果こんな坊主みたいな感じになったと。やばい、こいつ絶対なんかやばい力を手に入れてる気がする。歯とか出すよ絶対。喧嘩屋はまだ続けているのか。体の入り口はお前よりもう書くとこないじゃんね。知ってる名前ねえかなと思うけど知らねえ。なんか趣味が仕事を追い越してるんだけど。悟りを開いた男。ちょっと興味あるやんけ。オッケーオッケー、やろうやろう。ちょっとだって、浮いてない？ああ、これに俺が勝ったら約束通りお前は喧嘩や家業から足を洗うんだろうな。はいはい、男に二言はございません。それでは参ります。あ、目が開き、浮いてたよなさっき。結局それ使うんかい。なんだよお前。違う、それ違うじゃん。ほら、攻撃当たるな普通。強さだな。攻撃力は高いとは思う。前に入るのが大変だ。これ前に入るのが大変だな。ちょっとなんか決めます。ナメプしてたらやられそう。Hey!
確かに隙はあんまりなくなってる感はある。でもそれだけだな。使わせていただこう。このために貯めた。無理やり行かせてもらう。あれ今の当たらない。あ、いって。これさえ当たればって感じするけど当たらないな。よいしょ。うん、強かった。強くなってた。いっちゃん最初めっちゃ弱かったけど。あ、ほら、はじめちゃんも痛そうだもん、なんか。お見事です、斉藤様。私の乾杯でございます。乾杯。これにて私は喧嘩や家業から足を洗おうと思います。そうか。これからはどうするんだ。その入れ墨どうすんの。そうですね。心の修行をする中で喜びとやりがいを見出すことができましたので、これからは立派な僧になるべく修行。そう、人めちゃくちゃ殺めても僧になれるの。そうか。今とは真逆だな。ほほほ。そうですね。ですがこちらの方が正しい仕事かと思います。それに気づかせてくれたのはあなたの拳でした。剣だよ、どっちかちょっと。これはそのお礼です。お受け取りください。排水のお札。あ、そういう風な感じになるの。斉藤さん、それでは失礼いたします。どうも。人間ってのは変われるものだな。拳で気づかされたか。拳を交えることで伝えられることもあるかもしれんな。さあ、鳥を開いた男。なんか今作さ、なんかサブストーリー長引くの多いね。と思いました。もう痛いんだけど、すごく。ご飯食べに行った方が早いな、これ。いらっしゃい。めっちゃ食うとるな。あ、待って、全然回復せへん、ここ。店のもん全部飲んでも食べても全然回復せん。ほっほー。なんだこれ。いい。もうなんか魚ドーン入ってるけど。もう安いからな。ここしかないんだよね、飲食店。そうだよね。いらっしゃい。もう一発いっとくか。ドブロクが一番回復。はあ。飲め飲め。よし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 。めちゃくちゃ酒決めてきた。なんでや。道を塞ぐな。なんでや、お前ら。私は全回復させたんや、今。あ、全回でもなかったんか。回復しよるな。まあいいや、最後の調整だ。よしよし。おひねり30円もくれる。ほんで、あ、お前知らないのか。ここ亡霊武者が出るって噂の通りだぞ。そうなんだ。ん？亡霊武者なんじゃそりゃ。昔卑怯な手を使って殺された武士のも亡霊だってさ。その恨みを晴らすために夜になったら現れて腕の立ちそうなやつに勝負を挑んでくるらしいんだ。ものすごく強くて、そいつとの勝負に負けた人は全員冥府に連れて行かれてるって噂だぜ。嘘くさいな。なあ。嘘じゃねえって。実際に最近この辺り行方不明になってる武士が何人もいるんだぜ。仮に本当だとしても俺たちは武士じゃねえし標的にはならねえだろ。腕の立つ連中を狙う亡霊武者か。夜に現れるらしいが本当だろうか。怖え。これ興味あるな。興味あるけど夜じゃないな、今。全然夜じゃないな。起きた、どこにいるの。どこいんの起きた。上か。
分かりにくいところにいるな。おきっちゃん、起きた。結局やん、やっぱ。何のつもりだ。とぼけんねえ。ネタ上がっとる。え、何？お前が原産やったっちゅうことだな。いやいや、違う違う違う。なんで？なんでそうなるん？何がどうなってる？あ、もしかして坂本龍馬が絡んでるんかな。なんで俺が井上を殺さなきゃならない。お前らは小無双を追ってたんじゃなかったのか。ああ追ってたわ。せやけどもう追う必要あらへん。なぜだ。その小無双の正体はな、坂本龍馬っちゅう男やったからや。なんだと。金の葉の間じゃ有名な話らしいやないか。小無双の成りした坂本龍馬、最近京でうろついとるらしいの。その話本当か。土佐や長州の浪人どもを締め上げたら白状しよった。それにお前やったら納得や。違うって。あの源さんかてやられてもおかしない。待て、坂本龍馬は俺の他にもう一人いる。そのことはあんたも知っているはずだろ。知っとる。知っとるんや。せやけど源さん殺す理由がお前にはないわ。理由？とぼけんなよ。お前が殺したんや。ちゃうって。源さんが何覆面の男やっちゅうことを知ってな。え、やっぱ柏木さんなの？本当なのか。その話はどこまでしらけるつもりや。お前本当なのかって聞いてんだ、大きさ。答えてくれ、起きた。またこのさ、チャリンっていう鈴の音めっちゃ好き。死の敵討つのは弟子の務め。師弟関係なんだ。真の理心流の奥義味わわせたるわ。真の理心流、何を言ってるんだ。さあ構えるよ、はじめちゃん。あんたが追い続けてきた天然理心流、最後の謎が目の前にある。勝てばわかるという話だ。また戦うのこいつら。来い、起きた。俺はお前に勝つ。そして全ての謎を明かし、坂本龍馬としての人生を取り戻す。気合いや。行くで、坂本龍馬。ねえ、前回の再放送見たくなるから、またお前と戦うんかい。嫌なんだけど強いんよ、来た。普通に強いのよ。やだ、危ない、怖い。はい、怒られる。ほら見て、ほら背後取られるから。フェンシングみたいな戦い方するもの。この丸ボタンは何に変化してんの？これ確かガード崩せるやつやってんけど。あっと危ねえ。
やばいんですよ、ね、ちょっと一旦確認していい？ごめんね。これどないして今のやつ確認すんねや。じゃあ多いのよな。いつから変わったんだあれ。失礼。違うな。ため攻撃をとてもせず獲得的。違うな。え、どこ？あれ？わからん。どれや。あ、能力確認あるやん。なんか丸のやつ。これ？これか。敵の刀を巻き上げて、あれか、構えて丸するからか。そういうことやな。何も当たったな。でもさ、起きた相手に構えるのやめんのめっちゃリスキーなんだけど。近いな。いや違うよ。なん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 あれ、何の構えなん。全然わからん。痛い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 。実行起きたくん。全然わからん。なんか構えとんのはわかるけど、雑魚的で一回やってみるのわからんな。足らんかったさ。極みやしとこ。なんか来た。うー、かっこいい。これ調子乗って遊んどったらやられる。めっちゃ楽しい。危ない。あ、またやってもうた。これ三角押したら一生出るねんこれ。あの壁際があったらさ。ガードしといたら大丈夫な。おもろいな。全然ひるわへんっていうね。ちょっとタイミング分かってきた。かっこいい。あ、菊一文字。これ沖田の刀かな。
井上を殺したのは俺じゃない。おそらくもう一人の坂本龍馬だ。沖田、覆面の男が井上だったってのは本当なのか。その前に一つ教えてくれや。どうやった、わしの李新龍は。俺が追っていた李新龍だった。立ち筋、技、間合い、全てが1年前感じたもの。覆面の男そのものだった。そうか、それを聞いて安心した。これでようやくわしはあの人に追いつけたっちゅうわけか。師弟の間柄なのか、あんたと井上は。そんなもんやない。わしにとって源さん、いや鴨さんは。久々に聞くな、その名前。イサミちゃん、名前の呼び方すごいな、この新選組。そろそろこの人に本当のことを打ち明ける時が来たようだぜ、五郎ちゃんよ。今度出てきてええんか、このこの子。斎藤はじめさんよ、あんたに全てを教えてやる。天然李新龍の謎、それに新選組最大の秘密をな。悪いね、話が話なんで場所を変えさせてもらったよ。でもここならあんたのことを気兼ねなく龍馬さんと呼べるしな、互いに腹も割りやすいや。それで一体何なんだ、天然李新龍の謎、それに新選組最大の秘密というのは。かれこれ1年以上前のことになる。ちょうど新選組が身分浪士組という名で京の町に出てきた頃の話だ。その頃俺たち身分浪士組には俺の他にもう一人の局長が存在した。確か芹沢鴨だったな。ああ、裏の世界、つまり影として日の本一党を恐れられた水戸藩出身の男だ。影、身分浪士組は将軍様の上洛警護を目的とする幕府お抱えの組織として結成された。俺が率いる司令官から近藤、土方、山並、沖田、長倉、井上、東堂の7名、芹沢率いる水戸藩から芹沢鴨、平山五郎、平間重助の3名が加わり一つの組となったんだ。鴨に五郎、さっきあんたが口にしていた名だが、まさか。察しがついたようだな。そう、井上源三郎、沖田総司、そして長倉新八、この三人はすでにこの世にはいねえ。芹沢鴨、平間五郎、平間重助。びっくりした、ごめん。真島がさ、真島五郎だからさ、今普通に自然に聞いてたけど、そうだ、こいつ沖田総司だ、名前。なんだと。そしてその全てはあの吉田東洋の暗殺と密接に関係している。どういうことなんだ。じゃあやっぱ沖田は沖田じゃないんだ。1年前のあの美少年じゃないもんな。事件は起こった。
じゃあ冴島ってか長倉ちゃんも司令官の人じゃなかった。ふん、あの3人は他のとこから来た子たちなんだね。すごいな。これあれだよね、切った後だよね多分。ああ本当に。ずいぶん早いお帰りで。あれなんか真ん中の人見たことあるな。この人ゼロに出てた人だよね。長倉。あとの二人はちょっとわからん、ごめん。局長、土佐での一仕事お疲れ様でした。何の話だ。鴨さん、あなたが水戸藩にいた頃からこうした闇仕事を受けていたことは知っています。あなたもあの総集ラッパ風魔由来の剣術水戸天狗流の宗家ということもね。風魔なんだ、忍者っぽいね。なんで？で、なんで？俺の素性を知った上で土佐から戻ってくる時を狙って待っていたというわけか。近藤さんはあなたたち水戸組を優遇しすぎて今日の道場で偶然知り合った罪人同然だったあなた方を身分浪士組に温かく迎え入れた。その剣の腕を買ってね。いいじゃん。だがこのままでは司令官一派の我々の立場が危ぶまれる。やめろ、まさか身内で殺し合うつもりか。ここにいる我々三人はあなたを身内と思っていませんよ。えぐ、起きた。この人が起きたか。安心してください。非少年か。平山と平間は薬でぐっすり寝かせておきました。あ、そういうこと。あなたを殺した後でちゃんと後を追わせますか。道理で起きないと思ったわ。覚悟。え、じゃあこの3人って天然理心流じゃないってことやんね。こっちが先起きるか。あれは起きた。おい、ゴロ、起きろ。なんやねん。カモさん、危ない危ない危ない。来るな、お前たちは来るな。だからこれ傷あるんか。カモさん、いけ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 。死ぬ、セリゾー。カモさん、なんで来ないなことに。近藤殿、土方殿、
さすが水戸天狗流、掃除をもってしてもかなわなかったのか。行き違いがあったとはいえ、私は老子組の同志を殺めてしまった。私は切腹いたします。ですからどうかどうか平山と平間の命だけは。なんで謝るんやかもさん。先に殺しに来たんは沖田たちの方やろが。それに沖田を殺したのは俺と五郎や。鴨さんだけの責任やない。黙れ。近藤局長は影として水戸藩に使い捨てられた俺たちを救ってくれた。もはや日の当たる場所では生きる道のなかった俺たちをな。だがその愛弟子殿を殺めたんだ。その罪は俺の死をもって償うほかない。せやけど悪いのはうちらやないはずや。その通りだ。謝んなきゃなんねえのはこっちだよ、鴨さん。総司たちはあんたら水戸組の剣の腕を恐れてた。だから勝手にこんなことを。近藤殿。だがやっちまったもんは仕方ねえ。あんたらにはきっちり死んでもらうよ。近藤。沖田総司は老子組一の剣豪として勤皇志士たちの間でも名が通ってる。この三部老子組の顔とも言うべき存在だった。その総司が切られて死んだとなりゃ老子組もたかが知れてると世間の笑い者になっちまう。そうなれば我々はお役御免。幕府からも見捨てられ解散を命じられることになるだろうな。それがどないしたっちゅんや。そないなもんわしらには関係ない。やめろ。グロ、ジュースケ。俺は非常な人間でね、マナ弟子が死んだってのに頭ん中は老子組をどうやって生き残らせるかでいっぱいだ。なんやと。俺はな、どんな犠牲を払おうと絶対にこの国を変えてやろうと思ってるんだ。そのために幕府を騙してまで身分老子組を作ったんだよ。でそれを実現するにゃあんたたちの力がどうしても必要だ。どうだい、今日からあんたたち第二の人生ってやつを生きてみねえか。